このハッシュタグの意味はなーに。なーに、どう書いてた？モッチ、モッチです。皆さん、はい、ハッシュタグとは知ってますか？はい、知ってますよ。あれですよね、インスタグラムでよく使われてるあのシャープのマークのやつですよね。あ、そうです、そうです。あの BFF とか例で言うと、はいはいはい、ベスルのフォーエバーね。そうです、そうです。それを僕が問題として持ってきたので、それのみ、それのそれの答えを皆さんに当ててきてもらいたいと思います。はい、はい。それではこのハッシュタグの意味は何でしょう、やっていきたいと思います。やっていくぞ。はい、第1問。はい、ハッシュタグ L です。これ小文字の L4L です。ちなみに日本語で答えてもいいです。あ、和訳として。だからベストフレンドフォーエバーだったらずっと友達だよみたいな。できました。じゃあはるきくんからお願いします。リビング足すリビング4かと思いました。どうですか？その 4LDK の 4L。 おお大喜利はさ、助け合いじゃん大喜利だったなこれ。カイト君、ラージフォーレジェンズ。あ、はいはい。ゲーム的な感じ。そう。のせ君、はい、仲良し過去絶対。なんで？なんかこの L の小文字の理由が、まあ、4が中に入ってるってことで仲の良し。え、違う？いいですか？はい、はい、答えは Like for Like です。何？おー、つまりいいねをしてくれたらいいね返します。あー、うそういうことか。うわー、うぜー。第2問。はい、はい、ハッシュタグ HPD です。一個申し訳ないんだけど、うん、こっちの方が1問目だったかもしれない。じゃあ簡単なんだ。書けましたか？はいよ。はい、自信のある方いますか、この中で？正直あります。おお。じゃあ最後でいいですか？あ、全然。じゃあ野瀬くんから。ハッピーバースデー。おお。あ、あ、終わったじゃん。ああ、帰っていい？あ、いいよ。ハプニングデイ。でも今思ったらさ、ハッピーバースデーでしかないよねカイトくん、ヘッドポップディフィカルト。何それ？もう正解はハッピーバースデー。わー、ですよね。第3問。はい、ハッシュタグ GM。見たことはあるよ、俺。自信ある方？いや、微妙。全員微妙。うん。じゃあ、カイト君。はい。ジェントルメン。それは自信ないって言うんだよ。アレキ君。はい。グッドメンバー。あー、ありそう。ありそうだよね。いいメンバーで集まってよ的な意味の時のハッシュタグ。ノセ君。ゴミーホラフキンじゃねえか。答えは、グッドモーニング。うわー、惜しい。絶対それ、あれだよ、朝のさ、ルーティーンが意識高い系の女が使うやつだよ。今日も野菜スムージー。うわー、わかるわーで、なんかさ、こんぐらいのスポブラつけて。あ、そう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 めっちゃわかるわ。第4問。はい、はい。フードポルノかな。フードポルノって今調べた感じ。普通にポーンじゃないの？いや、ポルノって書いてあった、これで調べたら。ポルノハブのポルノじゃん。めっちゃ思ったこれはね、できれば日本語で答えてほしいです。いいですか？できました。自信のある方？ない。なし。ない。誰でもいいや。はるき。健康食。おー、あー、なんかポルノグラフィティの由来みたいなのを一回見たことがあるんだけど、なんか結構純粋みたいな感じの意味があったっぽいの。ってことはまあ健康なやつかなっていう、なんかそういう感じ。カイト君。変なご飯。もうなんか料理うまいって言ってもらいたいけど、あれは何、可愛いって言ってほしいけどブスって言ってるのと同じ。ああ、そういうことね。手作り料理出しました、フードポールなんてハッシュタグついてる、そんなことないよって言ってほしいってことね。あー、あざとい女だ。のせくん。あ、飯うまです。あ、もう飯か、もう飯うましかねっつ。確かにありそう。いいですか、答え？はい、はい、答えは飯テロです。あー、あー最終問題。あいよー。ファイブエバー。なあ、あ、おお、あ、わかった、わかった。マジ？これも日本語でできれば答えてほしいですね。書けましたか、全員？書けましたよ。はい。のせ君から。あの、可愛い声って可愛いフヤンケーみたいな感じで、フォーエバーの女優感で死ぬまで一緒。え？しっくりこない。しっくりこない。え、フォーエバーの方が呼んで、で、ファイブに上がってっからずっと一緒の女優感で死ぬまで一緒。おお。ライト。なんか。5年目の中だよみたいな。まあニュアンス的にはね。はるきくん。はい、俺はですね、まあエヴァーはなんかなんとなくそのネバー的な感じのね、ニュアンス一緒です。5がついてるってことで、5回生まれ変わっても一緒。あー、なるほどなるほど。エヴァーはもうずっと一緒って意味でしょ。だとして
こうずっとこう5回繰り返しても一緒だよっていう感じのやつです。いいですか正解。はい、お願いします。正解はフォーエバーの上位互換ということで野瀬くん正解です。イエーイ。うん、進行が下手。